はい、めぐくんです。今日はベンチマーク備忘録その2です。まあ、なんでねこの間撮ったばかりのまた撮ったかっていうと、 BIOS がねバージョンアップしてたんですよね。でなんか変わるのかなと思って一応撮りました。まあ実際はね変わんないんですけどね。まあ BIOS なんてちゃんと動いてるときは変える必要ないんですよ。あの CPU が大きく変わったとかね、なんか追加になったとかっていうときにだけやればいいと思うんですけど、まあメゲ君新しいの大好きなんで出るとすぐアップデートしちゃいます。でまあ今回はね、メイクマザーボード ROG のクロスヘア X670E ヒーローってのを使ってるんですけど、バージョン1516っていうのが7月の24日に出たんですね。でまあね上げ差がちょっと上がって、あとはメモリーが、親和性が高まりましたよみたいな感じですかね。ちょっと英語なんでよくわかんないですけど、後で翻訳してみてください。まあ、だからってねスピードが上がるわけないんですよ。でその上がらない証明としてベンチマークの備忘録を取ってみようかなっていうことを今回の動画やってみたいと思います。まあね AM4 からね AM5 になりますよっていう時は、まあまずは変わっちゃったんで BIOS 云々の問題じゃなかったんですけど、まあ、AM5 になって、まあ、3D キャッシュ V キャッシュついてる CPU とか増えると、やっぱりバージョンアップがないと動かなかったりとか、そういう時には BIOS ってアップデートが必要だと思うんですけど、まあ、日々ちゃんと動いてる中で、まあ、こまこまバージョンアップすると、まあ、失敗したらこれね動かなくなっちゃったりすることもあるんで、まあ、そこら辺はね参考になる動画がいっぱい出てるんで、まあ、そちらの方をご参照ください。でメイ君のこの動画はね BIOS をアップデートしても大して速くならないですよっていう、そういう備忘録を撮ってみたいと思います。はい、ということでメイ君今回あの自分家にある、AMD とインテル両方測ってみようかなと。まあ、一応 CPU はね 7950X3D のこの間空割りした液体金属化したものと、Core i9 の 13900K の液体金属化バージョン、それと Zotac の 4090、 こちらは同じものなんですけど、水冷化してるのが片方は EK の両面、片方はバイクスキーの片面仕様という形になります。まあ、両面使ってるのが AMD の方ですね。まあ、それを踏まえて FF144K 最高品質からいってみたいと思います。まあ、左上が7950X3D 回に4090、右下が 13900KS 回に4090ですね。まあ、液体金属化しちゃってるんで、そんなに参考にはならないと思うんですけど、まあ、これ、夏場の室温33度の部屋でやってるんですけど、まあそうですね、やっぱり室温よりも、まあ、ラジエーターにどんだけ風を当てるかっていうのが、まあ水冷、特に本格水冷には重要で、ラジエーターに風があんまり当たらなくてファンだけしか当たりませんよっていうと、やっぱり全然冷えないですよね。むしろ空冷の方が性能良かったりしちゃうんで、まあ、そういう格好だけの水冷にならないように一応工夫して作ったつもりではいます。でこれねどちらも、4090、かけられるだけ、オーバークロックしてます。まあ、CPU の方もインテルも出るだけオーバークロックしてます。で 3DV キャッシュついてる 7950X3D はオーバークロックできあんまりできないんで、PBO2 とあとベースクロックちょっと上げたりしてます。まあ、ただねこれが必ずスコアにつながってるのかどうかは正直メイクも微妙ですけど、まあ、あとは、常に使ってる状態でやろうということで、まあ、USB はどっちの機械にも10本ぐらい刺さってて、まあ、ヒューライトとかなんか常時動いてたりするものがみんな動いてたりしますね。まあ、そこら辺でちょっとスコア落ちちゃうんですけど、まあ、スコアは、まあ、前回測った時とやっぱり正確に比べたいんで、同じ使用条件でどちらの機械も動かしてます。まあ、それよりもねこの夏場のね33度なんていうふざけた部屋で、どれだけ CPU が、冷やせてるかっていうところを、見たくて、まあ、今回も撮ってる感じですね。まあ
どちらもあの液体金属化しちゃってるんで、まあ、通常のものよりは OC しても温度は上がりにくくなってるはずです。でまあライゼンの方はねそんなに 3DV キャッシュ搭載なんで全然電圧かけられないんで、まあ、あのそんなに OC できてないんで、まあ、温度もほぼ純正並みですかね。あんまり液体金属化しても下がらなかったですね。 4K で動かすとだいたい60度台ぐらいですかね。まあ、AMD この 3DV キャッシュ搭載のこの新しい M5 のいいところはやっぱりワットパフォーマンスの良さですかね。まあ、これだけ動いてて71ワット2ワットぐらいで動いてます。まあ、これがねインテルの方になると、まあ、ほぼ同じパフォーマンスなんですよ。温度も爆熱言うんですけど、Core i9-13900Kの液体金属化すごく効き目があって、まあ、ほぼ、7950X3D の液体金属化バージョンとほぼ一緒でクロックが 5.9 オールコアかかってます。 3DV キャッシュの方は全然あの OC 大してできないんで、まあ、オールコアで 5.1、5.2 ぐらいですかね。なんでそれだけクロック上げてるんで、まあ当然電力も2倍、140、50W ぐらいかかってるんですけど、まあそれだけ、電力つぎ込んでも温度的にはまあむしろ下がってる時もあるんですよね。 1、2度インテルの方が下がってたりする場合もあるんで、まあ液体金属化、空割り液体金属化するんだったらインテルなのかなと。まあここら辺はさすが OC 特性の高いインテルさんなのかなと。まあ AMD は買ってきてそのままポンとつけてやるのにはまあ最高な本当に優秀な CPU なのかなと。まあ同じ電力でやったらもう圧倒的に Ryzen 9 7950X3D V キャッシュ搭載 CPU って感じですね。で FPS とかね、まあほとんど変わんないですけど、まあ若干、AMD の方が上回ってるかなと。でこれには同じこのドタク製の4090なんですけど、どういうわけか、後から買った AMD につけてる4090の方が電力耐性が良くってオーバークロックかかるんですよね。 3.1 ぐらい常時かかってて電力も 450W、460W ぐらい、ほぼ、カタログ通りのワット数出してるんですけど、あの出てすぐ買ったインテルについてる4090は、同じようなまあ OC してるんですけど、まあ、3ギガ割ることがしばしばあるのと、あと 400W 前半ぐらいまでしか電力入れられてないんですよね。これ以上入れるとあのこっちの方の4090は止まっちゃうんですよ。なんで、ライゼンのこの性能が良くってスコアがいいのか、ゾタックの4090のその当たり外れで、性能がいいのか、ちょっと怪しいところがあるんですけど、まあ、同じ製品でもやっぱりこの個体特性ってのがあって当たり外れってのは本当にあるんだなっていう、気がしますね。まあ2個しか買ってないんで、もっとガチャできるような人がいたらぜひ比べてみたいですけど、まあ、こう明らかにね違うんですよね。まあ電力消費で 50W ぐらい違うんで、やっぱりそれだけ入れられる方が、まあ、スコア出るんじゃないかなと。で温度がねやっぱりあのインテルの方につけてる4090の方が低いですよね。まあそれだけ電力入ってないですからね。まあ、ただ、まあ、ここまで OC してるとスコア的にはそんなに変わらないと。 29,342 に対して 28,915、まあ、誤差みたいなもんですよね。で、ついてる SSD がちょっと違うんで、まあ、片方が990Pro、インテルの方が 990Pro で AMD の方が 980Pro で動いてるのかな。まあそこら辺でちょっと読み込みスピードも違うのかもしれないですね。まあというわけで結果はこんな感じです。まあ、3万はやっぱり届かないと。でまあ初期の目的通りいくと、まあ、BIOS をアップデートして、何か変わったか、何も変わらないですね。はい、なので
まあ、無理して危険を冒して BIOS アップデートをする必要はこの時点ではないのかなと。まあ、何かね重大な問題があってね、この間の AMD で行けば SOC の電源が入りすぎますよとか、そういう時はやった方がいいと思うんですけど、まあ、こういう時は全然必要ないのかなと。で、前回の備忘録その1と比べると、前回が 29,462 で今回が 29,342 なんで、まあ、見事に下がってますね。まあ、誤差なんで何回か動かせば同じようなスコア出ると思うんですけど、まあ本当に変わらないっていうことです。で、13900ケースと比べてどうなのか、まあ、正直同じですね。ワットパフォーマンスが違うだけです。なんでもう趣味でどっち買ってもいいかなと。ゲームしかやらないんだったら 3DV キャッシュでいいと思うし、オーバークロック楽しみたいなっていうんだったらインテル買ったらいいんじゃないですかね。はい、というわけで次はフル HD 最高品質ですね。まあ、正直4090なんて使っててフル HD 必要っていう感じなんですけど、まあ、なんとなく撮ってみたいと思います。でね、フル HD になっちゃうともうグラボがね遊びまくっちゃうんですよね。温度もさっきは60度ぐらいまで 100% 稼働してたんで行くんですけど、さすがにフル HD になると40度台ぐらいで動いちゃうんですよね。まあコア温度だったら41度ぐらい、なんか間違ったら30度台に行っちゃいそうな感じですね。で、メモリスポットとかホットスポットとかもまあ軒並み50度台以下、まあ、よく冷えてますね。まあ、こんな無駄な使い方する人はなかなかいないかもしれないですけど、まあ、この状態だと温度は楽勝なんで、物のその寿命ってのはすごく伸びるようになるのかなと思います。で CPU の方はね、まあ、相変わらずですね、まあ、インテルの方はね 4K だろうがフル HD だろうがもう温度無用で 150W 以上入ってますね。はい、まあ、そりゃね 5.9 で動いてりゃそんだけ電気食いますよね。 170W 超えオーバーぐらいいってたりするんで、まあ、こうなるとやっぱり75W ぐらいで動いちゃう AMD と比べるとやっぱり電源選びの時の余裕が全然違うのかなと。まあ、4090メグクのこのインテルについてるやつはちょっと個体があまりよろしくないのか 400W 前半で動きますけど、まあ、AMD の方についてる4090はカタログスペック通り 450W を軽く超えてくる、 460W、70W ぐらいで動いてきちゃうんで、まあ、これに AMD の CPU だったら、まあ、75W 足して、あとはマザーとか、まあ、LED とか、あとはメイ君だったら水冷のポンプとか、まあ、そこら辺の、消費電力があったとしても、まあ、おおむね 750W ぐらいでなんとか動くんで、まあ、頑張りゃ 850W でもいけるんですけど、まあ、無難に 1000W ぐらいの電源で動きますよっていう感じですね。まあ、それに対してね、インテルのね電力バカ食い CPU 使っちゃうと、もうやっぱり 100W ぐらいは余計に見なきゃいけないんで、 850W じゃもう絶対動かないですね。で 1000W で、まあ、ちょっと心の余裕がないけど動くかなと。なんで 1200W ぐらいはやっぱり必要なのかなっていう感じです。でね、最近ね ASUS さんからね、今度層の電源、電力ワット表示があるやつ、あれメイク 1200W のやつ4個持ってるんですけど、あれが今度 1300W になったんですよね。そしたらね、もう2機掛けしないでもワンチャンいけんのかななんて思ったりもするんですけど、まあ、ただね8万円9万円ぐらいするんですよね。ちょっと買えないなと。まあ、でもそれだけ電力がこれからバンバンかかるっていう暗示なんですかね。 1300W 100V の日本の電源で出せる電源じゃほぼマックスですかね。まあ、海外とか行くとね、同じ層のシリーズでもね 1600W とか売ってるんですけど、国内では流通してないんで、まあね、海外主導でやったらインテルさんはそのうち 250W ぐらい FF14 ベンチで消費するような CPU になっちゃったりするんですかね。
でグラボがね5000番台になってね600ワットぐらいかかったらもうやばいですよね。それってねもう灼熱地獄じゃないですかね。もう夏場ほんとこのベンチ取っててもまあクーラーつけてないと暑くって暑くてしょうがないですからね。もうインテルみたいにだん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 あの暖房器具つけてたら全然あのクーラーの意味がないマックス稼働になっちゃうんで、まあそれ考えると夏場この7950X3D V キャッシュ搭載 CPU ってのはすごくいいものなんだなと思いますね。はい、ということで、まあ今まであんまりメイク AMD、まあそうですね、5950X ぐらいからようやく AMD 使い始めたんですけど、まあその前もね、いろいろ買ってはいたんですけど、ちょっと使うって、やっぱりすぐインテル戻っちゃってたんですよね。あんまり安定しなかったんですよ。でもそれが、5950X も最初の頃はちょっとやっぱりインテルに比べるとなんて思ってましたけど、この 7950X3D AM5 になって、まあ、特にこの 3DV キャッシュモデルが出てからの BIOS アップデート後の安定度はいいですね、すごくね。全然この夏場のインテルの押しすぎた CPU の落ちまくり方より全然いいですね。まあ、ただねラデオンのドライバーですよね。まあメイ君最初はあの 7950XTX のアクアを入れてたんですけど、3画面でやると、全然 FPS 出なかったり落ちたりとかって、もうドライバーめちゃくちゃだったんで4090にしちゃったんですけど、まあさすが4090ですよね。昔は AMD にNVIDIA 組み合わせたりするとちょっと調子悪かったりするんですけど、今もう全然そんなことないですね。むしろこっちの方がスピード出てますからね。まあ、そう考えると AMD もやっと良くなったかなと、あとはラデオンのドライバーさえなんとかしてくれれば、まあ7900番台はもうちょっと難しいですけど、次の8000番台の時にはオール AMD でとうとう作れるようになるのかななんてちょっと期待してたりします。はい、というわけで超えてきてるんで、まあまあかなと思いますね。うん、まあそうですね。まあ以上のことで、ちょっとまたね脱線しまくってますけど、まあ今日のこの備忘録は BIOS を変えてもスコア変わりませんよっていう、メイ君の戒め、メイ君の自分自身に対するその BIOS アップデート病の戒めのために撮ってるんですけど、まあ本当に変わんないですねこれね。はい、なんで大きく変わる時まで皆さん我慢しましょう。あの NVIDIA のねドライバーもね安定版がやっぱり一番いいですよね。新しいのついついやっちゃうんですけどスコア落ちたりしますからね。はい、ということで BIOS の更新前43865、更新後43574、まあ、見事に落ちてますね。はい、で13900ケースの方は44983でした。まあ、これはね 4K とは逆転するような結果になってますね。 4K の時は AMD の方が良くって、フル HD になったらインテルの方がいい。まあ、ただこれはね1回こっきりしか撮ってないベンチなんで、まあ、本当のあのベンチ撮ってくれてる方みたいにね何十回何百回やってその結果どうあっても逆ですよっていうんだったら信憑性があるんですけど、まあ、これはまああくまでも備忘録ということで、まあ、ということでね夏場のメイン機はもう 7950X3D 一筋ですね。はい、全然涼しくて最高です。まあ、ただね、SIM をやってるとちょっと思うんですけど、全く同じ機械をインテルと AMD とつなげて CPU が違うからなのか何が違うからなのか分かんないんですけど、ハンドリングとかが同じ設定、SIM キューブのオンライン設定同じくやってるんですけど、ちょっとだけ乗り味が違うんですよね。まあ、そこら辺が
AMD だからインテルだからなのか、マザーのメーカー、あ、メーカー一緒ですね、両方 ASUS ですね、銘柄違いなのか、グラボは一緒ですからね、ちょっと何が違うのかわかんないんですけど、ちょっとね違うんですよね。全く同じ設定にアセットコルサーコンペティオーネとか持っても、なんか違う、まあ、それがちょっとうまく説明できないんですけど、ただ普通の方はこうやって2個揃えて同じ機材を両方で使うなんてバカなこと、もったいないことしないんで、多分 AMD でもインテルでもどっちか片方でつなぐんで気がつかないと思うんですけど、これやっぱり違うんですよね。あの温度を考えたら AMD でやりたいんですけど、そのステア特性とかハンドリング運転のしやすさから言ったらメイ君はインテルが好みですね。はい、というわけでどっちつかずの備忘録でした。それじゃあまたね、バイバーイ。